田村です。モテとヒモテの圧倒的な違い、食いつきが上がるか下がるか、落とせるか落とせないか、恐ろしいほど影響する超大事な部分をこの動画ではお伝えしていきます。というのも僕自身 LINE とかメルマガで個別相談コンサルを含めサービスもやっていて、結構いろんな方を直接指導してきてつくづく思った。自分の経験としてもこれができていた時とできていなかった時では圧倒的に食いつきの上がり方とか、男女の関係になれるなれないに運命の差があることを痛いほど体感している。そんな恋愛において対女性において超重要だし、個人的には有料級なことを今回はお渡ししていきます。というわけで前半では絶望的にヒモテ側になるダメなことをやめるべきこと、そして後半ではマジで面白いくらいモテ側追われる側食いつきが上がる、女性を落とせる状態になるために必要なやるべきことを掘り下げていきます。ここカチッと切り替えるだけでも男女の関係の制約率が一気に上がるようなことなので、ここでしっかり吸収していってもらえればと思います。ちなみにさっき言った個別相談コンサルを含むサービスだったり、友達追加特典の配布だったり、その他 YouTube では話さないような内容だったりも LINE メール講座でやっているので、まだの方は概要欄かコメント欄から友達追加しておいてもらえると嬉しいです。というわけでそれでは早速見ていきましょう。ではまず絶望的にヒモテ側になるダメなことやめるべきこととは何なのか、ざっくり結論から言っておくとねちっこい。これはマジで圧倒的なヒモテ的特徴だし、ちょっと会話するだけでも一瞬でわかるし、なしになるくらい重大なものでもあります。ねちっこいという一言でくくったけど、結構これは講義なのでもう少し掘り下げていくと、例えば会話での質問で言えば、このチャンネルでも何度か話したことがある尋問になっていて、要は質問攻めになって会話が深まらない、盛り上がらないとか、会話をつなげることが目的になってしまっていたり、沈黙を恐れていたりして必死感余裕のなさが出てしまっているようなもの、 LINE で言えばこういうおじさん LINE のようなこと、間違った優しさにもなるような、どうしたい〇〇していいみたいな相手に委ねたり、根底には自己保身があるような許可取りがあったり、2軒目行くでも電車あるか、俺はこう思うけどねとか、自分発信に対して自分ですぐに否定したり突っ込んじゃったり、違うかとか自分で笑うなどのすぐ自分でフォローをしちゃう、変に力が入ったり意識しすぎていたりするボディタッチや下ケアの話、お持ち帰りなどのクロージングの際も変に理由をつけようとしたり、そういうつもりじゃないみたいな下心を隠して、逆に下心が気持ち悪く顕在化していたり、終電逃すよう頑張ったり、相手の一挙手一投足に敏感になって影響を受けまく、顔色を伺っている媚びに回っているなど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 、ネチッとしているもの、あれが今挙げたものは相手と直接対峙している場合の例だけど、そうじゃなく自分一人の中でもちょっとしたことで男のくせに嫉妬に狂ったり、心配になりすぎたり不安になりすぎたり、こうなんじゃないかああなんじゃないか、こういう風にすればああいう風にすればと考えすぎている、もしくは抗議といったように舞い上がるなんかもそう。舞い上がるとはどういうことかというと、例えばまだちょっと LINE でたまに連絡するくらいとか、一回ご飯行ったくらいとかなのに好きになっちゃって気持ちがどんどん走って告白とか考えちゃったり、しかもお金かけたり準備したりロマンチックにしたりみたいな凝った告白をしようとするとか、そこまで関係が深くないのにこっちがもう惚れちゃっていて高めのプレゼント渡そうとしたり、お店の店員さん好きになっちゃってそんな喋ったことも連絡先聞いたりもしていないのに、いきなり意を決してデートに誘おうとしてしまったり、あとこれのザ典型だと思ったのが、僕が普段聞いているバナナマンのラジオで盛り上がった回でリスナーが、好きな子がもうすぐ誕生日だからその子の誕生日が過ぎた後に女友達のタンプレ選び付き合ってほしいと誘って一緒に買って、実はそれ君にってプレゼントしてサプライズで告白しようと思ってる、人生初の告白的なメールが来て、それどうなのとなっている中で、よくよく聞いてみると、その好きなことは中学まで学校同じで2年ぶりに駅でたまたま会ってメールのやり取りもするくらいということが分かって、やめとけとかいけいけと盛り上がる回がありましたが、これがまさに舞い上がっちゃっている例となります。要は好きになって先走っちゃっている、冷静に判断できなくなっている、 OK もらえる前提くらいで考えて完全両思いでしか成立しないような凝ったことや変化球を試みようとしてしまうみたいな状態です。結構この状態に陥ってしまう人だったり、今はある程度恋愛経験積んできたからないけど、中学生ぐらいの頃はそんな時期あったなという人も多いんじゃないでしょうか。僕も当時一旦別れたくらいの元カノと冷戦状態みたいな状況だった時に、サプライズでバレンタイン
タインに逆チョコしようと企んで、結局やらなかったけど、マジでやらなくてよかったと思っています。あとは、舞い上がりの例として、間接キスした、二人きりで食事に行った、LINE が来る、目が合う、よく話しかけてくる、みたいなことで、俺のこと好きなのかな?となってしまうとかもまさにこれ。と、このように、講義でのネチっこさは、圧倒的に重要なモテ感のなさ。もっと言えば、童貞感があったり、経験や体制のなさ、選ばれない側の男感、自信のなさ、余裕のなさ、精神的な部分の未熟さ、オスとしての弱さなどなど、絶望的なマイナス要素をゴリゴリに内包しているわけです。今は結構マイナス要素を言語化したけど、言語じゃ表せないくらいに本当にこういうところでなしになります。心当たるところがある人もいると思うし、そういう人はここで頭で気づけるだけでもめちゃくちゃ伸びしろだし、過去にそうだった人、あるいは女性なんかでも、首がもげるほどマジでそれと思っている人も多いはずです。と、ここまで絶望的にひもて側になるダメなこと、やめるべきことであるネチっこいでしたが、これに対して冒頭でも触れた通り、マジで面白いくらいモテ側、追われる側、食いつきが上がる、女性を落とせる状態になるために必要なやるべきことがあります。それは何なのか、ここからさらに大事な本題です。では早速ざっくり結論から言ってしまうと、さらっとする。さらっとするとはどういうことかというと、ざっくり言えば今話してきたネチっとしていることの逆です。ではこれに関してもネチっこいと同じで抗議の意味で取っているので、もう少し掘り下げていくと、一大事感ではなく普通のことかという意味も含まれています。まず一大事感とは何かというと、例えば初めて声をかける時であれば、なんて声かけようか考えて考えて、行こうとしてやめて、頑張って勇気出してガチガチになって、小さい頃からずっと好きだった芸能人に話しかけてんのかというくらいの勢いで、と声をかけるみたいなイメージ、あるいはホテル打診の際に意を決死に決してホテルに誘うとか。対して普通のこと感は、初めて声をかけるであれば、横にいる友達に今日寒くねくらいのノリで声かけるとか、ホテル打診で言えばちょっとコンビニでトイレ行きたいくらいの自然さで誘うみたいなイメージです。一大時間はまさにネチっこいに当たるものですね。この一大時間と普通のこと感のほんのちょっとの言い回しやニュアンス、雰囲気、スタンスの違いで、女の子が受け取る印象とか、モテ感、ヒモテ感とか、オッケーするかどうかというのはマジで変わってきます。特に女性経験が多い人とか、営業や交渉を仕事でする人ほど、これがどんだけ大事かを体感しているはずです。例えばここまでで問題なければご契約いただければと思うのですが、よろしいでしょうか。と、ここまでで不明点などございますか。なければこのまま進めていきますね。この後の流れとしては、では多少ゴリッとはしてるけど、最後のクロージングのちょっとした違いだけで制約率も全く変わってきたりします。あるいはイメージとしてもうちょい分かりやすく比較すると、初受注取れるかもという状況では、その人にとって受注は大事なので力も入るし、変にがっついてしまったり、落とさないようにビビってしまったり、そしてそれが相手に伝わって落としてしまうこともある。対して受注が日常茶飯事の人は大したことではないので、普通のこと感で普通に受注できると。でこれめちゃくちゃ重要な部分ですが、なんで一大時間と普通のこと感で差が出るのかというと、相手にとっての普通のことなのか一大事なのかに影響するからです。どういうことかというと、例えば契約してもらうことに関して言えば、こちらが一大事感を出してしまうと、相手も一大事に感じてしまう。つまり重要な決断、重い意思決定なんじゃないか、しっかり吟味して決めなきゃいけないことなんじゃないか、なんか面倒なんじゃないかと重く捉えてしまって、 NG や検討に流れてしまうと。逆にこちらが普通のこと感を出して、相手にとっても普通のことだと感じられると、その悪い意味での重さが感じられないので、普通に OK となると。これは恋愛でも何でも同じで、デートやホテルのお誘いでも、一大時間が出てしまうと相手にとっても大事になるので、身構えたり断る選択肢が大きくなったりしてしまう。逆に普通のことのように誘うと、相手も普通のことのように OK をしやすくなる。こんな感じで仕事でも恋愛でも即決にならない、検討に流れる、断られてしまうということの原因は、一大時間にあるケースが一定数あるので、ここを普通のことかに切り替えるだけで一気にうまくいく確率が高まる場合もあります。営業強い人は恋愛とかナンパも強いとはよく言われるけど、まさにそれなわけです。でそんなことでそんなに結果が変わるのかと思う人もいるかもしれません。
が、そんなことでそんなに結果は変わります。なぜなら人間の意思決定なんてそんなもんだからです。実際に論理的に考えてメリットデメリットを吟味してしっかり熟考していると、本人が思っていたとしても意思決定に影響するのは印象とか気分、状況、環境、心理みたいななんとなくの部分が大きいということも分かっています。人は鏡じゃないですが、こっちが一大時間を出せば相手もしっかり考えなきゃ、重い決断だ、面倒そうという方向に動いてしまうし、こっちが普通のことっしょ、OK だよねというやる前提であるだけで相手も普通に OK となるわけです。さらにこの一大時間普通のことか、すなわちねちっこいさらっとしているは直接モテ・非モテを分けるものでもあります。先ほど初受注だと一大時間が出ると言ったように、一大時間があるということは女慣れしていないんだ、モテてきていないんだというのが裏に見えてしまい、その非モテ感でなし判定につながってしまうと。逆に受注慣れしている人は普通のこと感といったように、その裏には女慣れや経験豊富さ、かっこ恋愛もそれ以外も含め、メンタルの強さ、余裕などモテ感が受け取られて食いつきにつながっていくと。そういった女性が意識的にも無意識的にも惹かれるモテ感にも影響するため重要であるわけです。ではではより具体的にイメージ実践できるように、どんな場面でこれが大事になるのか、いくつか例を見てみましょう。まずデートやホテルに誘う際に関しては、先に述べた通りであり普通のこと感が大事ですが、補足すると、誘いに関しては NG に対しての対応もポイントとなります。要は誘ったけど断られてしまった時、その時に動揺したり落ち込んだり態度に出したり自己保身に走ったりは非モテ感になってしまうと。で、誘う際の普通のこと感は NG 対応の補助にもなってくれます。どういうことかというと、一大時間で勇気を出して意を決して誘って、断られたらえ、あ、そっかとなるけど、誘う時にコンビニ行かねくらいの普通のこと感であれば、断られたとしてもあ、了解くらいで軽く NG を流せて、それが余裕さにつながるわけですね。つまり NG に対しても普通のことのように振る舞えるというわけです。あるいは相手の恋愛や性的な話題に切り込んでいく時も、一大時間普通のこと感で差が開いていきます。そもそもこういった話題でセクハラ感が出たりキモいと感じられるのは、一大時間が一個原因だったりします。要は変に意識している感じや力が入っている感じ、ちょっとごまかすためにヘラヘラしながら聞くなど。で、ここでも大事なのは普通のことか。何回海外行ったことあんの?のテンションで、今まで彼氏何人いたの?普段運動とかすんの?のノリで、普段一人エッチすんの?と。こちらも当たり前のことのように話題を展開すれば、相手も割と当たり前のことのように自然と話してくれやすくなったり、相手が照れたり動揺したり何かしらの反応を示せば、逆に何意識してんの?くらいのスタンスでいればいいわけです。それ以外にも、名前を初めて呼ぶ際で言えば、変に力が入ってごまかそうとしたり、呼び捨てにしていいなどとくだらない問いを投げる、一大時間ではなく前々から普通に呼んでましたくらいの普通のこと感で呼ぶ。ボディタッチをする際も、一大時間があってボディタッチを意識している感じがあると違和感を感じられたり気持ち悪さが残ってしまう。なので、そこら辺にあるものを触ったりぶつかったりするくらいの感覚で自然にボディタッチをする。沈黙になったとしても、一大時間で焦ったり必死に会話をしようとするより、ずっと沈黙でも平気な仲のいい友達といる時に沈黙の気まずさなどが一切ないのと同じように、普通のこととして過ごす。こんな感じで、あらゆる場面で普通のこと感は重要となります。逆に、あらゆる場面で自信や余裕のなさ、ビビリなどの内心、それによる一大時間が見え隠れすると、それが相手の警戒や一旦断るということにもつながってしまいます。と、さらっとすることは普通のこと感であるという話でしたが、これ以外にも、さらっとするは男友達のようにということであるとも言えます。そもそも女性と接する際に大きなマイナスとなるのは何かというと、女性であると意識しすぎることです。特に食いつきがない段階であるほど。もっと言えば、女性を意識しすぎてぎこちなくなったり、変に緊張してしまったり、下手に出たりこびたり、気を使いすぎたり、名前も呼べない、目も見れない、多かれ少なかれこういった状態になってしまうことがなし判定につながったり、なかなか打ち解けられないという状況につながったりします。要はひもてくんとして映るので、恋愛対象には到底はなり得ない。いいと。では、モテる男性や女性と仲を深められる男性の接し方とはどんなものかというと、男友達のようにです。要は今話したように、変な意識のしすぎなどなく、ラフに自然体で接してくる、変に気遣いすぎることもなくいじってきたりもする、硬すぎ真面目すぎず、ある程度の適当さがある、中身はなくても何
んとなく雰囲気で会話が盛り上がる、冗談が言えるなどなど、女性として意識しすぎることなく男友達と接するくらいのノリで過ごすことができると。女性からするとこれがいい意味での女慣れに感じられるし、女性側も変に構えたり気を使ったりする必要もなく、気楽であり一緒にいて楽しい、心地よいと感じたりするわけです。特に可愛い子やモテる子ほどこの男友達のようには重要になってきます。なぜならその他大勢の男が女性であるとガチガチに意識して接してくることが多いからです。そんな中で綺麗な女性だからといってガチガチに意識することなく自然体で接してこられると、意識的にも無意識的にもこの男はモテているのかもしれない、女慣れしている格上かもしれない、などなどと察知されるわけです。ではこれに関してよくあるのは、好きな人に対してはガチガチになってしまって男友達のように接することができず、逆に別に好きでもない子には普通に男友達のように接することができて、結果的に好きな人には好かれないが好きでもない子には好かれてしまうみたいな経験もないでしょうか。結構これあるあるですよね。まさに変に女性として意識しすぎることが接し方や行動などに出てしまって魅力的に見えなくなってしまい、逆にラフに接することができると相手との距離も縮まるし魅力的にも見えるし、一緒にいて楽しさや心地よさもあるということによって起こるあるある現象です。この話で言うと前者は自然と下手に回っているような状態になっていて、ありふれたつまらない男になり下がってしまう。逆に後者のように女性であることにも可愛さにも影響を受けず、自由に気さくに振る舞う男に対しては女慣れしている格上対等などと感じられる、少なくとも媚びてくるその他大勢と同じつまらない男には映らないわけです。いずれにせよ男友達のように接することはまさにさらっとしている接し方となりますよね。とはいえ女性に対して女性扱いをすることも一方でめちゃくちゃ大事になります。そもそも恋愛関係、男女の関係になりたいのであれば、女性扱いをすることやお姫様願望みたいなものを刺激してあげることが重要というのは言うまでもない案件だし、それによって女心がくすぐられたり心理的に満たされたりドキドキしたりするのもあるし、こちらが女性扱いすることによって相対的に相手はこちらを男性として意識しやすくなるというのもあります。そうは言っても男友達のようにしろ、女性を意識しすぎるな、女性扱いが大事、どうすればいいんだ、そもそも女性扱いというのは何をすればいいかというとベタなことで OK で、例えば荷物を持ってあげる、ドアを開けてあげる、飲み物の蓋を開けてあげるとか、気温やトイレ、歩くペースや疲れなど気にかけたり声をかけたり、混雑時に守ってあげたりリードしてあげたり、ベッドの上ではしっかり気遣ってあげる、小さい女の子や犬などの動物に対するような優しさだったり、女性らしさの部分を褒めたり、でこの時に大事になるのがそうさらっとすることです。言い換えると自然と堂々と、エスコートとか気遣いとかも変に照れたり中途半端になったりするとひもて感にもつながるので、ベタすぎるかなってとこでも堂々とやっちゃう、さらっとやる、今さっき女性扱いとは例えばで挙げた行動も全く同じ行動だったとしてもネチっとしているかさらっとしているかで真逆の受け取られ方になるくらいネチかさらかが重要、つまり本質はそこにあるというわけです。こんな感じでさらっとするのはめちゃくちゃ大事で、もっと細かいところで言えば潔さであったり、関係の段階や相手にもよるけど LINE もさらっとしていた方が、中学生が好きな子できてその子のことで頭いっぱいみたいな、そんな女一人にマインドシェアがっつり奪われているような暇な状態をどうにかしたり、あるいは優しさ、かっこよさ、おしゃれさなどのさりげなさなどなどもそうですが、とにかくさらっとで、本当にこれがどんだけ言っても足りないくらい大事なことだし、どんだけ言語化しても伝えきれないくらい体感が大事なことでもあります。どういうことかというと、恋愛で言えば力を抜くと同じ類のもので、例えば歌う時に大きな声を出そう、高音を出そうと思うと感覚的に力を入れた方が出ると思っちゃうし、自然と力も入っちゃうし、でも力を抜いた方が実際は大きい声も出るし高音も出る、それを頭で分かっていたとしてもその体感がないと力を抜いた方がいいことが 100% 納得理解はできない、体感するとこういうことかとなってしっかり腹落ちするみたいなイメージ、あるいはゴルフのスイングでも遠くに飛ばすためには感覚的に力入れて思いっきり打った方がいいように思うし、遠くに飛ばそうとするほど力が入ってしまう、でも実際は力を抜いた方がヘッドスピードも上がって飛距離も伸びる、これも頭で分かっていたとしてもその体感があるかどうかで全く違ってくると、まさに途中で話した営業セールスの話でも力を抜く方が受注につながるけど、その体感
感がない状態だと頭ではなんとなく理解していても、やっぱり力を抜くのが怖くてゴリゴリに力が入ってしまうと。これは恋愛でも全く同じで、例えば夜の仲良しで言えば、それがめちゃくちゃハードルが高いこと、どうしても抱きたい、それこそ一大事だと捉えているなどのスタンスでいるのか、仲良くなるための手段、相手をもっと知るためのコミュニケーションの一つ、日常的なことなどと捉えているのかでも、後者の方が圧倒的に行為までの持っていき方だったり、クロージングのかけ方だったり、そもそものマインドスタンスからさらっとしているし、圧倒的にそっちの方が夜の仲良しまでいけるわけです。あるいはひもて的であればあるほど、押し引きでいう引きができなかったりしますが、それも要はさらっとすることができていないということでもあるわけです。なのでもっと力抜いてさらっとしていこうぜと。その方が圧倒的にうまくいくし、それをまだ体感で理解していないのであれば、体感で理解することを目的ぐらいにしてさらっとしてみてください。というわけで、モテとヒモテの圧倒的な違い、食いつきが上がるか下がるか、落とせるか落とせないか、恐ろしいほど影響する超大事な部分、ねちっこいかさらっとしてるかでしたが、何度も言ってるけど、これ本当に大事だし、対女性での結果にかなり影響します。なので体感で理解してほしいと言ったように、まずは動画で言ったことでもそれ以外も含め、意識的にさらっとすることをやってみてください。要は反応するのではなく、コントロールすると。一大時間が出ちゃうところを抑えて普通のこと感で振る舞う、女性を意識しすぎちゃったら男友達のように接してみるなどなど、僕自身もこれ意識するようになってから、いろんな場面でも OK や受け入れがかなりうまくいくようになったし、今でも常に意識している大事なことの一つです。なのでぜひ恋愛でもそれ以外でもいいので体感してほしいなと思います。また公式 LINE メルマガでは、対女性スキル、会話術、恋愛心理、脳科学、男磨きから黒い技術まで、女性と恋愛関係を築くため、モテる男になるため、恋愛で不自由しなくなるための全てを公開しています。さらに期間限定で、恋愛の本質や女性という生き物、モテるためのロードマップ、実際に僕が恋愛不自由状態から一気に脱した秘密など、 YouTube では話せないレベルの内容を詰め込んだ動画講座、そのうち有料で公開するかもしれないけど、現在 LINE の友達追加した人のみ全て無料で購読できる全100回以上にも及ぶメール講座、恋愛で今すぐ使える心理テクニックの基礎と応用を集めた口説きのレベルを上げる恋愛心理術集、本質から具体的なテクニックまで詰め込んだ恋愛心理術集セカンド、心をつかみ感情を揺さぶるずるすぎる話術、コールドリーディングの教科書、以前のメルマガ読者の一部にだけ有料販売していた会話の極意、過去に3980円の有料ノートで販売していた悪用現金テクニックの実践マニュアル、心理操作メソッド、希少性担保のため販売終了した過去ノートの購入権利、 LINE の友達限定のスペシャルコンテンツ、これらの合計9つの豪華特典を全て無料で配布しています。ただし期間限定配布なので、今のうちに動画下の概要欄から LINE 登録しておいてください。というわけで、ここまで見てくださりありがとうございました。このチャンネルの裏のテーマというか狙いというかですが、発信の軸は恋愛でも、これを受け取ることで恋愛以外の仕事やお金、男、人間としての市場価値が上がるようなものにしたいというのがありますが、まさに今回の内容は広い意味での営業力、交渉力上がるはずなので、活かしてもらえれば幸いです。それではチャンネル登録しておいてもらって、次の動画でまた会いましょう。